偉人館とは、幕末、明治時代以降の日本において、欧米人が居住するために住宅として建設した西洋館。従来の日本家屋とは異なる西洋式の住宅に違法人が住んだことにより、偉人館と呼ばれる。外国から明治前期まで、外国人の住まいは原則として、居留地に限られていた。ただし、親とい外国人は例外だったという。 条約改正との関連で、明治32年以降、内地雑居が認められ、旧居留地以外の高台などに、軍として多く残っているのは、神戸、長崎である。横浜、函館では、偉人館という呼び方は、一般的でないとされる。長崎のグラバー邸は設計者不明であるが、思考は地元の大工が行っており、日本の職人がいち早く西洋建築の技術を、 取り入れていたことが伺える。外国人建築家としては、神戸で活躍した英国人に AN ハンセルラがよく知られる。兵庫県神戸市の北農町、山本通には外国人の住宅が多数残っており、1977年放送の NHK 連続テレビ小説、風見取りなどで北の偉人考えとして広く知られるようになり、その一部が公開され、 観光名所にもなっている。1980年、北野町、山本2は種別、港町で重要伝統的建造物群、保存地区として選定されている。1995年に発生した阪神、淡路大震災により、偉人館の約3割が失われたが、40頭余りが現存し、保存措置が講じられている。異人館通りとは、山本通の別称である。 また、神戸市西部の JR 塩谷駅の山手、ジェームス山と呼ばれるエリアにも偉人館が約50棟減現存している。こちらは、昭和初期にイギリス人貿易省アーネスト・ウィリアム・ジェームスにより外国人用住居、別荘として建てられたものが主である。現在も多くの外国人が居住しており、観光地化されていない。旧グラバー邸長崎県長崎市にもグラバー邸を はじめ著名な偉人館が残っており、東山市、南無山出地区は重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。このほか九州では、鹿児島市などにも偉人館は残っている。神奈川県横浜市は、関東大震災で大きな被害を受け、震災以前の建物はほとんど残っていないが残る程度。現在観光コースになっている。 山手本通り沿いは数棟の西洋館があるが、関東大震災以降に建築されたものか、よそから移築されたものである。北海道函館市では1907年の大火があり、大火後に建設された外国関係のものはイギリス・ロシアの領事館程度である。ありがとうございます。